はい皆さんこんにちは12月24日金曜日となりましたそして24日金曜日クリスマスイブ今日は何の日かといいますとスズボーイコンテストの発表でございます皆様本日はあのー、待ち遠しく待たれたんじゃないでしょうか早く発表しろよってところだと思うんですけれども、あのー、まず最初に、えー、今回 初めてのの試みのコンテストだったと思うんですその中で、えー、皆さんが、えー、キッズラップラボに、えー、足を運んでいただいて、えー、みんなでスズボーイに、えー、ポーズをとって写真を撮って投稿してもらうこのスズボーイコンテスト第1回目本当にあに投稿してくれた皆様ありがとうございましたそしてこれからもですねあのー、スズボーイコンテストやるかもしれないので皆さん、えー、チェックしてもらった嬉しいですし スズボイコンテストだけじゃなくて他のコンテストも、えー、今そうですねクリスマスツリーコンテストもやってますでも、えー、クリスマスツリーコンテストは明日かな25日の発表になるんかなうんって感じになってますスズボイコンテストグランプリを発表したいなと思うんですがこれねあの僕あのめちゃくちゃ見たんですけどねあのみんないい本当にみんな良くて あのみんな違ってみんないいじゃないですけれども本当みんな良くてこれ決めれんよなっていう話になったんですよ。でやっぱりこの「いいね」の数をもちろん尊重尊重というかねあ,のあれして見てったんですけどいや本当いいね」の数だけで言ったらねあのもう均等なラインもあるしでもそこって、えっとまあ、今回はね急なこともあったし「ね、いいね」の数って早めにボンって上げた人。 が優先されてていいくっていうのもあるでまあでもそれも大事なことなんでそういった意味で「いいね」の数をちょっとだけ反映させようかなと。じゃあどうやって決めるのってなので今から、えっと、長州芋の記念館豊富天満宮の鈴、えー、ーイを作られた芋字にね連絡して芋字っていうのはそのね芋のを作る人のことなんですけどその本人に電話して聞いてみようかなと思います。発表してもらいましょうね。 じゃあちょっと電話しようねさあ誰が優勝するんでしょうか電話してますから出ませんねあら 放送事故なっております。はい。あ、どうもお世話になります。あ、はい、松村です。あ、お世話になります。はい。あのー、ございます。今大丈夫でしょうか。はい。はい。えっと今回のスズボーイコンテスト、あのーはい、スズボーイの提供ありがとうございました。あい,いえ。 それこそありがとうございます。はい、えっと鈴笛の方はコンテストの方は覗かれてましたかね？あ覗いてみましたよ。あ、本当ですか。じゃあ、のこの中で早速なんですけど。はい、あの、今回の鈴イコンテスト、はい、えっとまあ、主催された。その聴衆もの記念館さんの、はい、えっと。グランプリ、えっとグランプリにはえっと魔法のコップが盛れるってことですよね？ はい。<laughs> 美味しくなるんですよね。はい、まあ。はい。え、はい、それと美味しくなる、なんかあれとかって説明とかってもらえるんですか。美味しくなる。なんで美味しくなるんですか。美味しくなるのは、えっと、すずという金属が持っている。こ、効能っていうんですか。うん。てないかな。あの、水の浄化作用とか、うん、抗菌効果持ってる、もともと。 金属自体が持ってるんですよ。はあはあ、それが飲み物の成分と反応してあるものに変わるんですよ。なるほど。そうすると美味しくなる。ええー。まあ飲んでみたらわかるでとこですねじゃ。そうですね。結局すいません。飲んでみたらわか、ねね、らりやすいです。<laughs> はい。説明しにくいですよね。<laughs> そうですね。はいではもう早速ですけどじゃあ今回の、はい、えっとそのスズイコンテスト えと美味しいコップを手に入れるグランプリの方を聞いてもよろしいでしょうかはいじゃあグランプリ発表をよろしくお願いします愉快な仲間たちおおなるほどえその理由はその理由はですねあの条件として周りにあるものを うまく使ってっていうのをこう条件にこう入れているなっていうのを感じましてで周りにあるものを使ってこう,うまくこう愉快な仲間たちっていうのを表現できているんじゃないかなと思って。なるほどですね。<laughs> <laughs> では、えっと、グランプリは。 はい、みんなすごかったですよ、あんな細かくこう、たくさん曲げてくれて、い,<や>いろんな表現しているので、本当ですなんか、最後あの、首とかもげてたけど、大丈夫ですか <laughs> あれ大丈夫なんですか手とか取れても。<laughs> 大丈夫ですよ、また溶かして、再生すれば、<あ>また人形に戻りますので、もう1000年以上生きてるってことですもんね、鈴萌 <laughs> イはそうやって。そうですね、1000年か、うん。長いですよね。金属はねもう1000年以上、うん 使われはいではあのー、今回の、えー、グランプリは「愉快な仲間たち」を投稿された和吉さんで間違いないでしょうかで一吉さんにあの信号機のことちょっと聞きたいなってすごく思いましたあなるほどですね <laughs> 確かに写真入れてましたもんね。はい、<laughs> なるほど。 じゃあ、今回は、えー、グランプリ和樹さん、どうも、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。では、あの、松村さん、ありがとうございました。お忙しい中。こちらこそ、ありがとうございます。はい。では、あの、またよろしくお願いします。こちらこそ、またよろしくお願いします。はい、最後、あの、鈴ボーイに、えっと、参加され、コンテスト参加された皆様に、一言お願いします。あ、長州いもの記念館の松村です。あの、皆さん、たくさん、こう、曲げてくださって、ありがとうございます。 また今度あの面白いもうちょっと大きいのちょっと用意してまた皆さんに曲げてもらえたらなと思ってます。<laughs> よろしくお願いします。はいありがとうございました。はいはい、はい、それでは松山さんありがとうございます。失礼します。はいどうもさよなら。はい。っていうことなんですね。<laughs> いやー愉快な仲間たち行きましたね。いや俺結構俺的には人生も好きだったし。 いやもう何えっ、ー、となんだっけやめましょうよとかでも基本的にへヌヘへとかもおもろかったし全部面白かったよねあの初めのハートのやつも俺あれいきなりもうこれ優勝候補じゃねえかと思ったぐらいいやもう全部よかったっすねうんって感じでえっ、ー、とまあサクサク進行させてもらいますと、えー、グランプリに輝いた、えー、と和吉さんの方にはえっ、ー、と「豊富天満宮長州もの記念館」の松村館長から「 えっとね魔法のコップ非売品が、えっと、贈呈されます、えっと、贈呈先はですねえっとご自宅の方にといえども、えっと、こちらニックネームしかわからないのでえっとできればキッズラップラボの方に取りに来ていただければと思いますでこの放送を見られてるかわかんないですけど1月中ぐらいまでにうんねそのぐらいまでに取りに来ていただければいいですけどもしこれで 何かしらの理由があればめろくて欲しいんですけど何も反応がない場合は繰り越しになりますのではい次のコンテストの景品となってしまいますキャリーオーバースタイルですねなのでカズキさんぜひとも取りに来てくださいそれとですねえっ、ー、と今回グランプリの方だけじゃなく特事味噌の方が10名15名と2つ書いてあるんですが特別にえっ、ー、と何名になったんだっけ ?15 名か 20, 20名 はい、えっと、20名に増えましたので、あのー、その名前の方はずらっと並べてるんでこの自分の名前があるなと思った方はまたこちらからのお知らせメールでも届くと思うので皆さんキッズラ r a p の方に来ていただいてそのアカウント私だよとかそのアカウント名を言っていただければ、えー、もらえるようになっております是非ともねまた親子の方でキッズラプラボに来ていただくかもしくは、えっと、そのアカウント名を言うだけでも大丈夫ですので えー、今後ともね、inrec.site をよろしくお願いします。って感じですかね。はい。じゃあ今回、あの、鈴ボイコンテスト、すごく皆様のおかげであの盛り上がりました。次回はですね、えっ、ー、と、またいろんなコンテストあるんですけれども、えー、どんなコンテストが行われるのか、ね、それを楽しみに待ってもらいたいですし、皆様から、この SNS っていうのは、みんなで一緒にね、作っていきたいなと思ってるんです。なので、こんなことアップしてとか、 そういうのがあれば、どんどん、えっと、ユニレコの、えっと、そのオフィシャルの方のサイトの方に、オフィシャルのアカウントに、えー、メッセージをくれれば反映させていこうと思うので、こういうコンテストやってくれとか。はい。で、ここで、えー、では、えー、一つだけ告知ですが、次は塗り絵コンテストです。よかったら皆さん塗り絵をしに来てください。来年のね、あのー、頭から塗り絵コンテストが始まります。またこれはこれで面白い研用意しているので、皆さんもよろしくお願いします。では、この度は、 えー、スズボーイコンテスト第1回、えー、グランプリは和吉さんの愉快な仲間たちでした。皆さんありがとうございました。リスペクト